こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではセットアップをですね、完全解説してみたいなというふうに思ってます。まあセットアップというのは結構ですね、最近は身近なものになってきてるかなと思っています。様々な場面で使えるので結構便利なんですよね。例えばカジュアルの場面で少し綺麗めにしたいなという時にセットアップを軸としてコーディネートを組んでみたり、それだけではなくてビジネスカジュアルの場面でも結構セットアップは活用することができるんですね。ですのでオンからオフまで様々な場面で使えるセットアップというのはやっぱりですね、着こなしの一つのパターンとして持っておくとめちゃくちゃ便利かなと思ってるんですね。ただセットアップってどのように組めばいいのかわからないという方も少なくないかなと思うので、今回はですね、代表的なコーディネート事例を3つご紹介することで皆さんにですね、もっとセットアップを楽しんでいただきたいなと思っています。まあ、今回の動画を見ていただければ一つのネイビーのセットアップがあるだけで様々な着こなしを楽しめるようになるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートの解説に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしています。こちらはですね、週に3本ぐらいのペースで結構ですね、リアルタイムの情報をどんどん出してますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にですね、リンクを貼っておきますので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでまずはですね、セットアップに着替えてみました。どうでしょうか。僕はですね、このようなネイビー無地のセットアップが好きでよく着てるんですが、やっぱりですね、セットアップを一つ揃えるのであれば、このネイビーの無地系が鉄板で使いやすいかなと思っています。まあ、ネイビー以外にも、例えばブラックだとか、ダークグレーとかもあるんですが、まあ、ブラックだとですね、シャープな雰囲気で、これはこれでかっこいいんですが、やっぱりビジネスシーンで着るときにブラックのセットアップだと暗すぎるのと、どうしてもですね、ブラックのジャケットイコール冠婚葬祭のイメージっていうのが多少あるかなと思うので、僕はより万能なのはネイビーかなと思っています。まあ、グレーもいいんですけども、まあ、グレーの場合は失敗するとちょっと老け込む場合があるので、まあ、まず鉄板として持っておきたいのはネイビー無地のセットアップかなというふうに思っています。まあ、今は様々なブランドでこういったネイビーのセットアップをやってますので、まあ、例えばユニクロの感動ジャケットと感動パンツで組んでみるのもいいかなと思いますし、あとはセレクトショップのオリジナルですね。まあ、例えばグリーンレーベルですとか、エディフィスですとか、ナノユニバースですとか、このようなところで買い揃えるのもいいかなと思っています。僕の今回の着こなしはこのネイビーのセットアップを組んで、あとは足元はこれまたですね、白系のレザースニーカー、もしくはブラックのレザースニーカー、まあ、ちょっと綺麗めにするのであれば、ブラックのローファーみたいな選択肢があるかなと思うんですが、その中で気に入ったものを一つ持っておくとすごく便利かなと思っています。今回はですね、ちょっと春らしく白のレザースニーカーで合わせているんですけども、これをベースとして考えるとすごく楽かなというふうに思っています。まあ、これを踏まえた上で、まず一つ目のコーディネートから解説をしたいなと思ってるんですが、このジャケットの下に着るものの一つ目のバリエーションとして、今僕が着てるような T シャツだとか、あとはニットのような丸首系のアイテムですね。こういったものを取り入れることで一つセットアップの着こなしが完成するかなと思っています。まあ、このような丸首のものといっても実は様々なバリエーションがあって、一番簡単なのは白の丸首の T シャツという選択肢ですね。これがですね、鉄板でいろんな方がやっていまして、まあ、僕はですね、ちょっとそのスタイルというのはもう見飽きてる部分があるので、そういったスタイルを言われることはないんですが、まずはベーシックなスタイルとしてそういったものを覚えておくのもいいかなと思っています。まあ、今回はですね、ちょっと変化球で持ってきたこちらなんですけども、ユニクロ U のエアリズム T シャツですね。その中でもライトグレーという色があるんですけども、白ではなくて少し色をずらしてあげるというのも意外とバランスがいいかなと思っています。ですので、丸首の T シャツを入れるというのは、まず一つは鉄板なのかなと思っています。まあ、T シャツだとちょっと寒いなという時には、ニット系ですね。まあ、こういった丸首のニットは秋冬なんかにセットアップのインナーとして入れるのがいいかなと思っています。まあ、ニットの方が T シャツ1枚よりは、ちょっと上品な雰囲気になりやすいので、白だとか、オフホワイトだとか、あとはライトグレーなんかのニットなんかを取り入れるのもいいかなと思っています。こちらはユニクロのミラノリブのセーターなんですけども、これもですね、中肉厚で結構セットアップとの相性が良かったのでおすすめかなと思っています。あとは春夏の場合、ニットを取り入れるなら、こういった半袖のニットなんかを取り入れると、すごくですね、上品な雰囲気は漂いつつも、半袖なので暑すぎないというところですごく便利かなと思うので、ぜひ試していただきたいなと思っています。そしてもう一つ選択肢があって、それがですね、
僕が今着てるようなこういったプリント T シャツですね。個人的にはこういったセットアップが好きなんですね。まあ、無地の T シャツもいいんですけども、ちょっとそれだと退屈だなと感じることも少なくないので、そういう時には何かですね、白ベースの T シャツに対して少しプリントが入っているもの、まあ、こういったものを内側に使ってもらうとちょっとしたアクセントになるかなと思うので、ぜひ試していただきたいなと思っています。まあ、ちなみに今僕が着ているのはサダデーズニューヨークというブランドの T シャツなんですが、こちらのブランドは結構プリント T シャツの扱いが多いんですけども、僕ら大人世代でも結構似合いやすいものが多いので、ぜひですね、セットアップのインナーとして使っていただければなというふうに思っています。一番最初の提案として、こういった丸首系の T シャツとかニットという選択肢は一番身近なものかなと思うので、ぜひお試しいただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネート案について解説をしたいなと思ってるんですが、今度はですね、ジャケットの下にシャツを着てみました。まあ、ちょっと見ていただくとですね、ストライプ柄のシャツを着てるわけなんですが、まあ、こういったセットアップというのはもちろんビジネスシーンで活用することが多いものなので、同じく仕事で着ることが多い襟付きのシャツというのも相性がいいんですね。ただ気をつけることがあって、例えば今回のセットアップスタイルに対して白の無地のシャツを合わせてしまうと、これは完全に仕事着になってしまうんですね。ちょっと硬すぎてしまうので、もしシャツを取り入れるときには少し砕けた雰囲気のものを合わせてもらった方が僕はバランスがいいのかなと思っています。ということで僕が今合わせているのは、まず襟型はバンドカラーのものになっていまして、ちょっとですね、通常の襟型とは違ったものになってるんですね。これだけで少しカジュアルな雰囲気がしますし、なおかつですね、内側にストライプ柄を取り入れることで、やっぱりこれもカジュアルな方向に振ってるんですね。このようにネイビーのセットアップという結構綺麗めなスタイルに対して合わせるシャツというのは、少しカジュアルなものの方が僕はバランスがいいのかなと思っています。まあ、今回僕が着ているこちらのシャツなんですが、今季のプラス J のシャツなんですけども、サイズ感もちょっとゆったりめなので、ジャケットよりもシャツの方が着丈が長くなりますね。まあ、こうなると着こなしとしてはちょっとカジュアルな雰囲気になるので、シャツを取り入れながらも着こなしが硬すぎないという感じにするためには、こういったサイズ感でちょっと遊んでみるのもいいかなと思っています。今は僕はですね、こういったスタンドカラーを着ていますが、まあ、このような普通のレギュラーカラーのストライプシャツなんかも使い勝手がいいかなと思っています。こちらは今季のですね、チャオパニック TP のものなんですけども、こういったレギュラーカラーのストライプシャツをボタンをあえて全部閉めて小綺麗に着てもらうというのも結構バランスがいいので、ぜひ試していただきたいなと思っています。今はですね、シャツについて解説をしたんですが、このようなストライプ系のシャツというのはアクセント代わりにはすごくいいかなと思うんですけども、こちらのようなボーダー柄のカットソーみたいなものもストライプと同様に着こなしにですね、アクセントをつけるにはすごく便利かなと思っています。単体で見ると結構ですね、カジュアルな印象になるかなと思うんですが、セットアップというですね、ちょっと固めのスタイルの中に、こういったボーダーのカットソーというのは結構バランスよくはまるので、ぜひこういったものも活用していただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなし例なんですが、これはですね、ちょっと新鮮かなと思っています。ちょっと見えづらいので近くでお見せしたいなと思うんですが、今度はですね、ネイビーのジャケットの下にブラックのポロシャツを着ています。まあ、生地はですね、こちらニット生地になっているもので、まあ、いわゆるニットポロと呼ばれるものなんですが、このようなですね、ニットポロとセットアップというのは結構相性がいいので、ぜひ皆さんにも試していただきたいなというふうに思っています。まあ、最近はですね、ビジネスカジュアルの場面で、こういったポロシャツを使うということもですね、結構増えてきたかなと思っています。ただ、ポロシャツってどうしても半袖なので、二の腕が見えますよね。これがですね、あまり小綺麗に見えなかったりだとか、どうしてもですね、しっくりこない場合も多かったりするので、そういう時には、ポロシャツとジャケットを組み合わせてみるということ、これもですね、一応トライをしてもらうと、着こなしの幅が広がりやすいかなというふうに思ってます。まあ、ポロシャツにもカラーバリエーションがたくさんあるんですが、個人的には、ポロシャツというだけでも、なんとなくおじさんっぽいイメージがあるものなので、色は黒にしてしまって、引き締めるのがバランスがいいかなと思っています。そしてこういったネイビーのセットアップに対して、内側はブラックで引き締めるというのが意外と相性がいいかなと思うので、このような着こなしもですね、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思っています。で、これまたですね、一つのポイントなんですが、ポロシャツのボタンは、これはあえて全部留めるというのが個人的には好きなんですね。まあ、そうすることでちょっと小綺麗な印象というか、少しモードっぽい雰囲気も漂うかなと思うので、ぜひですね、皆さんもこういったポロシャツの全部のボタンを留めるというところも含めて、着こなしの一部に取り入れていただければなというふうに思っています。意外とですね、ポロシャツとセットアップの組み合わせというのは、まだやってる方はそんなに多くはないんですね。
ただ少しファッションに興味がある方だとかアパレル業界の方であれば、割とこのような着こなしというのはベーシックなものの一つかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではネイビーのセットアップの着こなし例をですね、3つご紹介させていただきました。まず1つ目はですね、内側に丸首系の T シャツですとかニットを取り入れるようなコーディネートになっていました。そして2点目に関してはストライプのシャツですね、襟付きのシャツだとか、あとはバンドカラーシャツのようなもの、もしくはですね、柄物としてボーダーのカットソーを入れるというのも一つの選択肢として良いのかなというふうに思っています。そして3つ目に関しましては、ちょっと新鮮なニットポロを取り入れるという着こなしになっています。このように3つのですね、着こなしの幅を持っておくと、たった一組のセットアップでも様々な着こなしが実現できるので、めちゃくちゃですね、活用範囲が広いのかなというふうに思っています。まあ皆さんもこの中からですね、気に入ったものをいくつか取り入れてもらうことで、結構新鮮な着こなしが実感できるかなと思うので、ぜひお試しいただければなというふうに思っています。ちなみに僕自身はですね、今のようなプリント T シャツの組み合わせが好きで、結構ですね、このプリント T シャツだけで様々なバリエーションを持ってるんですね。ここを変えるだけで全然見栄えが変わってしまうので、意外とですね、コツコツとジャケットに合うようなプリント T シャツを集めるのは個人的には楽しいなと思ってるんですね。ぜひ皆さんもですね、まずは無地の T シャツとかニットから入って、ちょっとですね、そういったものが飽きてきたら、プリント T シャツの着こなしというところも楽しんでいただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンズファッションの教訓ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。